本の矢は簡単に折れてしまう。どうだ。はい。これが二人揃っても折れてしまう。見たか、これを見たか。次をよく見ておけ。はい。三人が兄弟力を合わせるとどうなると思う。あ？ほら。折れてしまうこともある。こういう時には親戚の兄弟もちょっと集まってもらってな、ちょっと助けてもらえねえかって、5人になればだな。5人が揃えばこれは絶対に折れてしまう。まだほら、あのじいさんもばあさんも まだいるだろう。親戚一同全部集めてほぼ10人になると思う。10人になればこれはまさかそんなことは私が死んだ後は